ザ・フレイトは2002年に結成されたアメリカ合衆国コロラド州デンバー出身の4人組ロックバンド。バンド名の由来はフレイから。彼らの代表曲ともいえる How to Save A Life Over My Head で成功をつかみ、現在もアメリカで非常に高い人気を誇っている。なお、同曲は第49回グラミー賞にてベストロックパフォーマンス賞と ベストポップパフォーマンス賞にノミネートされた。アイザックス・レード、アイザックス・レード、ジョー・キング、ジョー・キング、ベン・ワイ・ソッキー、ベン・ワイ・サッキー、デイブ・ウェルシュ、デイブ・ウェルシュ2002年にアイザックとジョーを中心に結成され、直後にバンド初となるレコーディングアルバム、ムーブメント・ EP を、そして1年後の2003年に、リーズン・ EP をリリースしている。地元でライブを繰り返すうちに、 ウェストワードマガジンという音楽雑誌で最優秀新人バンドを受賞するなど早い段階で頭角を表していた。その後、ラジオ局でのパワープレイや地元での人気の高さを受け、2004年に大手メジャーレーベルのエピックレコーズと契約を結ぶことに成功する。1年後の2005年7月に人気ロックバンドウィーザーのサポートアクトとして全米ツアーを行い、 9月には 1ST アルバム、How to Save, A Life をリリース。このアルバムからのファーストシングル、Over My Head が全米シングルチャートにて最高8位、また、イギリスなどの諸外国でも上位を記録するなど大ヒットを記録。その後のセカンドシングル、How to Save, A Life も全米大人気ドラマ、グレーズアナトミー恋の解剖学シーズン2の主題歌に、 抜擢されると、次第に彼らの人気が上昇し始める。後に、この2曲はいずれも音楽配信サイトで200万ダウンロード以上を記録する大ヒットナンバーとなるのだが、それらの成功も相まって、結果的に、ファーストアルバムは全米で200万枚以上売り上げ、ダブルプラチナムディスクに認定、また全世界で300万枚以上売り上げるヒット作となった。また、 同年9月にはプロモーションのために来日しており、10日に昭和大学で一風変わった授業形式のアコースティックライブが行われた。これはあくまで授業の一環として行われたものらしく、1次元目は英語の授業でフレーの代表曲の歌詞を勉強。2次元目は音楽の授業で曲を実際に合唱。そして3次元目にアコースティックライブという形式になっている。 2006年末 AOL ミュージック選出によるベスト新人の第3位に選出された。前作から3年以上を明けた2009年2月、セカンドアルバムザ・フレイをリリース。彼ら初となる全米アルバムチャート初登場1位を獲得している。そして、このアルバムからのファーストシングル You Found Me はドラマロストシーズン5のイメージソングに選ばれたことなどもあって、 話題を呼び、全米で200万ダウンロード以上を記録した。また、同4月には、6曲入りライブアルバム、ザ・フレイ、ライブフロム双方を iTunes でリリースした。12月21日には、自身の公式サイトで、クリスマスソングのカバー曲を収録した、ミニアルバム、ザ・クリスマス・ EP を、無料ダウンロードで提供した。その後もセカンドアルバム、ザ・フレイの売り上げは伸びていき、 結果的にアメリカを含む3カ国でゴールドディスクを獲得。第52回グラミー賞でグラミーアワードフォーベストポップボーカルアルバムにノミネートされた。これらの成功を受けて2009年11月10日にカニエ・ウエストの大ヒット曲ハートレスのカバー曲や自身のライブ音源など計8曲をプラスしたデラックスエディションが発売された。2009年末 この年の iTunes Store で最もダウンロードされたアルバムの第7位となった。2010年、アルバムザ・フレイはグラミー賞のベストポップボーカルアルバムにノミネートされた。彼らは2011年3月からサードアルバムの作成を開始することを発表。その後の10月11日にこのアルバムからの先行シングルハービーをデジタル配信でリリースし、 発売開始と同時に5万ダウンロードを記録。全米ビルボードホット100にて最高42位まで上昇している。2012年2月7日、サードアルバム、スカーズストーリーズがリリースとなった。前作からおよそ3年ぶりとなる、この作品には、ビンワンプロデューサーのブレンダン・オブライエンの下で制作されており、全米ビルボード200にて発売週に9万枚近くを売り上げ、 初登場4位を記録した。2015年10月8日、5枚目となるアルバムが制作中であると公式インスタグラムに投稿された。ありがとうございます。